リンボもやってみて、横にの棒をこうなんかこう反りながらくぐっていく。ブーレイ。今日収録始めてもう2回目やる。外側から行きますか。じゃあはい、登ってきてます。チェキシャー、雨降ってんのに、雨降ってんのに。よし、音出しとこう。雷の音だけはちょっと注意しながらね、やっていきます。はい、どうもマグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日は727回目、そして水曜日を迎えております。皆さんいかがお過ごしでございましたでしょうか。今日の天気は雨です。大阪は晴れです。雷落ちてください、お願いいたします。今日の帽子、いい目が当てろよ。パコーン、来たー。バイオレッツ、なぜかバイオレッツが当たりのような気がしてきた今日この頃でございます。それでは今日もやっていきましょう。今日の川柳、先生のモノマネうまい人気者。もう大学生さんよりいただきました。ちゃう、今もう大学生になったよってことですよね。うちのクラスってもうかなり前ですけれども、クラスにもいましたね。先生のマネがうまい、先生の絵がうまい、クラスに一人はいたのではないでしょうか。昨日に引き続きまして、本日も体を張った内容でお届けしたいと思います。体何も張ってへんけどな。米み、喉乾いたらこれ、お茶、コーラ、ミネラルウォーター。この中だとお茶が一番です。そうですよね。喉乾いてコーラの、コーラは確かに飲みたくはなるけど、喉が潤されるって感じでもないもんね。喉が乾いたら水道水。ワイルドだろ？アクエリとかカルピス。これもそうですよ。確かに鉄板でございます。多かった。喉が乾いたらドクターペッパー。ドクペがね、めちゃめちゃ多かったですね。ドクペが好きな方が多いようでですね。僕らの世代の時はあんまり飲んでなかったような記憶あるんだけど、なんかこう、世代間格差？ジェネレーションギャップっていうのがあるのかな？水道水ですが、私は静岡人だからミネラルウォーター同等の富士山の天然水を蛇口をひねれば出てくる。マジでかー。なんか静岡あのお茶が出てくるとか噂があるけど、なんかすごいね。富士山の麓ってすごいね。恩恵ですよね。これボートで飛び降りるときにお腹ヒュンってなる人は自分だけじゃないはず。これみんななってるはずだ。俺もなる。ゲームでやってるだけなのになる。雷っていうか、もう雨止んでる？止んでるでー。それではケーキがないようなのでいきます。よいしょ。あ、食べちゃった。本日誕生日の兄弟たちよ、刮目せよ。いくよ。さあ、この綺麗な音色の中で、みんなの代わりに僕がケーキをいただきます。パク。このケーキの味は、まさに、噛みうます。画像また出し忘れてたな。大声を出すのと操作をするのと同時にするって、これまだ慣れてないからちょっと失敗してるだけでね。いきます。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一年になることを心に願っております。おめでとう。美しい花火は夜の方が綺麗だ。あ、いっぱいいますねいっぱいいる。本ネタ、今日はもう早速本ネタの方に突入していきたいと思います。今日はね、化石探しの続きですよ。兄弟からいろんなアドバイスいただいたので、そのアドバイスをもとにまた化石探しの方に勤しみたいというふうに考えております。前回化石探しした時も同様、この夜のまま出発して、行きたいと思います。エリトラもう一個持ってるからこれで大丈夫なんだよ。一応まあ装備とかもね、いろいろ持ってるし、時計も一応持っとこうかね。誰か来た時のために。で、エンダーチェストにいろいろ入ってるんで、これで多分大丈夫だと思います。エンダーチェストの中に残っているシルカーボックスの数、あ、2個じゃちょっと心細いから、ちょっと倉庫行きますか。はい、これもね、まだ途中でございます。続きね、昨日からできておりません。必ず、完成させておきたいと思いますので、楽しみにしててね。シルカーボックスが4つになりました。マグズボックスポータブルがね。これでちょっとゴミ箱チェックして、変なもの入ってないです。おぉ、ディテクターレールとか入ってる。無限の時のやつだね。まあ、いろいろ入ってますが。よし。それでは皆さん、出発しましょう。え？マジで？そんな早々にやられることある？今日収録始めてもう2回もやられてるぞ。大丈夫か俺。ちょっと待って、もううるさいから寝ます。すいません。もう昼間行こう。ヒロシです。はい、しばらくうるさかったでしょうが、ご迷惑おかけしております。あ、
流れてきてる、いろいろと回収されちゃうんだ、あの辺でなくなると。ホッパーが地面むき出しなんでね、うち。はい、ちょっと待ってね。なんで俺はこんなことしてんの。食料が足りないからと思って食料箱を出して、食料をねゲットしてから行こうと思って、なんかいろいろやってたら余計なところまで潰しちゃって、余計なところを直そうと、でこの下からエンダーパールで脱出しようと試みたら、あそこから落ちてお亡くなりになっちゃったというような感じでございました。シュルカーエンダーチェス持ってる。よしよし、それで皆さん旅立ちましょう。行け、化石の探しの旅へ。昨日はねようやくですね、うちのハマグリちゃん、皆さん覚えていらっしゃいますかね、シュルカーのハマグリさんがですね、大海原に、飛び立つこと成功いたしました。あの様子だとあれだね、ありえない未来に着くのもそう遠くない未来なのではないかと思う感じにはなってまいってまいりましたけれども、皆さんはどのように、感じていらっしゃいますでしょうか。はい、あんまりね喋ることもないんですよ。あ、そうそう、今日化石探しどうやろうか、どうやろうと考えているのかというと、兄弟から、兄弟の中の一人が風車式ブランチマイニング、風車型、風車型ブランチマイニングかな、で、今日はチャレンジしようと思っております。風車型ブランチマイニングだと四角に掘っていくので、ビーコンの恩恵が受けやすいのではないかという考えのもと、でございます。以前ねビーコンを率いた風車型ブランチマイニングやったことあります。確かにビーコンの恩恵は受けやすいので、本当にそれはナイスアイデアなのかもしれません。ちょっとビーコンじゃないや、エリトラの耐久はちょっとやばいな。もう一個あるからね大丈夫なんだけど、一応チェックしとかないとね、途中で切れちゃうとちょっとね怖いでしょ。シュルカーもこんな感じで連れていければあんなに苦労することはなかっただろう。まあでもあれはあれでコンテンツとしては面白いからありだ、そういう風に考えておけばいい。それでは、次の私が喋ったタイミングではもうすでに化石採掘ポイントについていることでしょう。いきます、えい、やった、到着しました。ちょっと準備しますね、簡単な準備を行いたいと思います。はい、準備できました。また名前出てこない風車式ブランチマイニング、僕が知ってる方法でちょっとやっていくんでね、どっから登り降りできるんだったっけ違うな、なんかね作ってる気がするんだよね前回、もうどこでもええわ。で前回はこのフロアをね掘り抜きましたよね。で今回はまた下の層行きます。深さ的なところで言うとまだなんていうんですかね、化石のありそうなところではございますので、さらにねもう一個気になるコメントがあって、もう化石見つかってますよみたいなねコメントもあったんですよね。気になりますよねそういうの聞いちゃうと。見つかってないよね見つかってないと思うんだけど、骨ブロックのこと言ってんのかな。骨ブロックならまあいつでもどこでも手に入れられるからね。まあいいや、今回はちょっと頑張りますよ。もうここから 1,2,3 マス掘った、この2マス、この2マスってここが中心だから、ちょっと待ってね、ここの2マスだよね。はい、こういうことなんですよ。こんな感じでちょっと掘ります。とりあえずビーコンの周りを掘っていくような形になりますかね。このビーコンを中心として風車型のね中心地を作ります。 1,2,3,4,5 5じゃダメだね、奇数じゃないとダメだったはず。ん、あ、5でいいんだ、11になるから、それでいいんだ、それでいいんだ。で、1,2,3,4,5 だからここは埋めちゃった方がやりやすいんですね。1,2,3,4,5 ね、これ四方、1,2,3,4、はい、これで OK だね。こんな感じでちょっと進めていきましょう。よっしゃ、はい、このスペース 11×11、 このスペースが中心となって、風車を作っていくんですが、まずはここから、2,3、はい、4マス掘りますよね。 1,2,3,4 マス掘ってここに松明で、右向いてまた4マス掘ります。 1,2,3,4、 はい、4マス掘るでしょ。でここにはレッドストーンを置くんですね。逆だな、こうだな、うん、なんか思い出したなんか思い出した、確かこういう方法だったと思います。これがまあ1段目でしょ、1周目ね。この右上のビーコンの能力が続くところまでこんな感じでジグザグに掘っていくんですよ。はい、これを続けていきたいと思います。で行けるところまで行って、そのポイントで効力がなくなるようなポイント、ちゃんとこうやって見て効力がなくなるようなポイントまで行けば OK。
はい、かなり掘り進んでおりますけど、レッドストーンがすげえもったいない気がしてきてもったいないよね、もったいないお化け出ちゃうよねこれね。あー、まだ効力は続く、結構いけるぞ。あ、もうダメだ。はい、効力が切れました。ここもダメ。あ、ついたね、今ついたね、ここはついたね。ってことはここまでだ、ここが最後っていうことになりますんでね。最後ってことは、とりあえず回収しに行こうかな。はい、あとでこんがらがっちゃうから、もう余計なところ全部閉じるね。でここが最後なので、最後って分かる、なんか目印みたいなの。はい、ここ最後だよ、目印入れといて、取れた鉱石などなどはここに入れときましょう。ちゃんと持って帰るのがね、この私の流儀でございますから。ね、数えましょう。この松明の数を数えてください。1、松明進めるんだね。 11×11 のこの中心地から11松明進めるんだね。これは勉強になりました。風車型ということで、各四辺に同じように11松の、穴を作っていく作業から始めていきたいと思います。はい、ここならギリギリまだ効力が届くけど、次はいけないっていうところまで持ってきましたね。はい。まだこれでようやく2個目の道ができただけなので、はい、あとね、2角残ってるんで、頑張ります。簡単なのは、手持ちに11個の松明持って、置き切るところまでやっていく。ただそれだけ。はい、皆さん。これで、四辺完成いたしました。もうここから掘り始めちゃってもいいっちゃいいんですけどね。もう四辺掘っちゃってるから。外側から行きますか、じゃあ。これはですね、この松明と松明がつながる仕様になってるので、一応ね、こう方角的にはこう、左回り、時計回りじゃないな。時計と逆回りに回っていく感じでやっていこうかと思います。多少ちょっとね、この焼き石が必要なので、焼き石作る感じでちょっと行きましょうかね。あとはこのまま掘ってきゃ。うらららららうららうららなんで幸運で掘ってるかというと、丸石が欲しいから。丸石が極端に少ないんでね。前ブランチマイニングやって増えましたけど、まだマグタウンの倉庫自体にはそんなにないんですよ、実は。ありゃー。こういうのがあると、はい、こうやって補修するために、多少のね、焼き石も必要なわけでございます。あら、あ、ついちゃった。こんな感じ。これが一番外周なので、こんな感じでね、広範囲にわたってぐるっと掘れちゃうので、風車型ブランチマイニングの方が下手したら楽かも、そして早いかも。ブランチマイニングするわけでもないのに、なんかこんなに掘ってるの、なんかあれだね、寂しいもんがあるで、なんだか知んないけど。あ、そうそうね、なんかね、ツイッターでも言ってたんだけど、なんか面白いね、これだいたいシフトをしてさ、こうやって置くじゃないですか。で、早いのが斜め置きじゃないですか。でも、半シフトって方法があるらしくて、ちょっと待ってね。半シフトってのがあって、こういう感じ？どうやってやればいいの？こうギリギリでこう、落ちるギリギリでシフト押すみたいな。落ちるっちゅうね。落ちるっちゅうね。全然ダメ。今日はもうやめとこう。今日はもうやめときます。おらららららららうらららららう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 らん？あ、びっくりしたー。光源爆、おぉ、光源爆やめてくんない？よいしょ。結構早いね、一周。一周が、一辺が。すぐ終わっちゃうね。この範囲だったら、もう一回できんじゃない？風車型、ビーコン式が。ただ場所変えないといけないと思うんだよね。もうこれ、おっと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 、これ以上の深さは多分ないと思うから。ないと思うんだけどね。絶対化石を探すまでこの旅はやめません。おぉ。ホリホリソングを歌おうと思ったらもうついちゃった。で、ここに来るわけか。じゃあ、ここも道繋いでいかないといけないんだ。ここはちょっとマグマ上がるから怖いね。はい、ちょっとアイテムを直しまーす。よいしょ。よいしょ。はい、はい、はい。で、こんな感じだよね。で、ここ掘り進めてきゃいいんだけど、以前はコメント欄にもあったんだけどね、その、廃校ありますよねって言ってたんだけど、廃校あるんですよ。では、廃校あったところでっていうことでしょ。関係ないよね、多分その化石には。関係あんのかな？ほれほれー！せーの。
構すぐついちゃうから歌が途中でね、なんか不完全でしょ。あ、もう一周したよ、ほら。早いでしょう。こんな感じで一周することができます。もうね、早いでしょうって、これ、ビーコンの恩恵を受けてるから早いだけのことでね。で、今度は次のところに入ってきて、また同じようにやっていくんですよ。だからちょっとこう、マス目のちっちゃい正方形ができてるので、そこを掘り抜いていくような形になる。で、お互い掘った穴からは、絶対に3マスの間隔で、ブロックが空いているので、ブランチマイニングにも最適ですし、今回のこの化石探しにも、最適なんじゃないかな、というところですね。ナイスアドバイス。本当にありがとう、兄弟。せっかくやるならブランチマイニングで鉱石も取っていいんだけど、深さが全然深くないんで、取れる鉱石が知れてるっていうね。もうちょっと深いところでもやってもいいけど、深いところだと今度化石が見つかんないから。困ったもんだぜ。化石マジで見つかってくんないかな。いや、僕は楽しいんだけど、意外とね、しかもこの化石探しっていうのが、見てくれる人が多くて、何かを期待して見てくれてるんだろうけど、見つかってないからすごい申し訳ない。そういった意味でも早くやりたいんだよね。早く見つけたい。頑張ります。頑張ります!もう途中で出てくるもう炭が、もう、妨げになっちゃって困るよ、もう。ふふふ。ほんでこう来るわけね。で、ここに来るんだ。いけ!掘り抜け!お前は掘ることしか自分のもうあれだけ使うの嫌って言ってた丸石使っちゃってる。もう松明もうなくなってきてるじゃん。ちょっとじゃあ補給しましょう。もう光源箱はねありがたいよ。こいつにマジで助けられてます。本当にアイディアくださった方ありがとうね。光源箱役に立つよ。みんな作った方がいい。俺だけかな、そんなに、恩恵を得られてるの。俺だけなのかもしれないけど。どちらにせよ、超や、役に立ってますんで。ありがとうございます。行くぜ!はい、ここまで来た。おお、一周した。じゃあ、また内側に入りましょう。いけいけいい!お腹が空きましたね。じゃあ、いただきましょう。いただきます!魚がうまい!テンション上がりすぎて、松明大きすぎました。そうだそうだ、カズさんの動画で、かける石が出てきたっていう話。皆さん知ってます?実はもうかける人は面識というか、うちのマグワールドで何度かね、会ってるんですよ、うちの師匠。前にも会ったことがあるので、初対面ではないんですよ。やばい、やばい。危ない。初対面ではないということだけね、ちょっと皆様に伝えておこうかと。別にどっちでもいいんだけどね。どっちでやっていいんだけど、ちょっと話のね、中でね、ちょっと思い出しちゃったんでね、ちょっとお伝えさせていただきました。ほりほり、あほりほり、あほり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 、化石を欲しくてほりほり、ほれほれロック、あほれ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 ロック、俺たちいつもほればっかり探してる。ぶっちゃけ骨が欲しけりゃ化石が欲しけりゃ、スケルトン倒して骨ブロック作ってしまえば、人工的な化石を作れるかといって、それをするとロマンを裏切ることになる。そんな心の痛みを癒すのは強い意志だけ。そういうのがあると初めて知ってびっくりしたことが最近ございまして。ツイキャス。もちろんツイキャスの存在知ってますよ。カラオケしてる様子を、ツイキャスするというのが、なんか世の中で存在するらしくて。やはりね、考えもしないこと考えるもんですね。すごいなと思いまして。はい。もう、むしろ感動してるわけでございました。そういうツイキャスの活かし方があるのかと。ね、素晴らしいですね。世の中にはいろんなね、物事を生かす方法があるんだなということをですね、思い知った出来事がございました。そんなカラオケキャストをやってるのは、うちのマルチメンバーであるかける氏でございます。かける氏がね、誰かと一緒にやってたんだよね。もしあれだったらかける氏のツイッターフォローして、見てあげてくださいね。ビーコンで掘れる風車式を一周掘った後、一番端っこから上に直下上に掘ってみて、どれぐらいの範囲、1回目の化石探しで掘ったところで、2回目の化石探しはもうただのブランチマイニングでしたよね。で、掘ったところと、今回風車式で掘ったところの、掘れ高というか、どれぐらいの広範囲を掘れているのかっていうところをですね、ちょっと調べたいなと思っております。今回3通りの方法で化石探しやりましたけれども、どれが一番楽しくて楽なのか、もう私の中ですでに答えは出てるんですが、一応ね、信用の値がね必要かなと思いまして、後ほどちょっとやりたいと思ってますね。はい、私の中ではもう決まってます。皆様の中でももうすでに決まってるかもしれませんがね。最後まで言ってやろうかと思ったら、
結局松明が足りなくなっちゃった。ちょっと待ってね。おいしい、おいしい。はい、物というのはね、なくなるものでございます。形あるもの必ずなくなる、必ずなくなるんです。なくならないものもある。それは形のない、形なき、そうみんなの心だ。よっかい、はい、ご覧ください。掘り抜きました。これ上からどんな感じで掘れてるか見たいぐらいだよね。お、ここか。今後のデータとしてはね、ちょっと使えるのではないかということでね。はい、ちょっとこれちょっと登っていきましょうよ。で、あれも潰せば、あ、一番綺麗だね。で、ここを削って登ってきゃいいんだね。オッケー、はい、登ってきてます。ん、あ、おお、もう端っこじゃん、これ。あ、もうこれ以上掘れないなってきた端っこのところじゃん。結構掘れてんじゃん。え、ここが掘ってきたところだから、正式には、ちょっと待ってね、ここなんだよね、一番端っこ。ここ。割と結構な広範囲を調べられてるっていうことになるんじゃないですかね。この感じだと、風車型ブランチマイニングの掘れ高、すごいよ。ほら。もう、体感もクソもだね。もう決定だ、みんな。見つかってはないけど、私体感だよ。この掘れた範囲、そして、減ったツルハシの耐久度、そして楽さ、スピード、すべてにおいて化石探しは風車型ブランチマイニングの方が圧倒的に早いと今のところそう感じております。他にもですね、何かいい方法があるならまたアドバイスいただければなというふうに思ってるので、よろしくお願いいたします。そういえばご祈願してないじゃん。さあ、帰る準備は整いました。さあ、成功するでしょうか。いきます、瞬間移動、いや、だい、お疲れ様でございます。ご祈願のお時間だ。今日もですね、しっかりと、マククラ兄弟、そして応援してくださるみんなの幸せをね、祈願しにこちらにやってまいりました。まあほら、いつも収録終わって、別に先にご祈願やったからといって収録終わって後に帰ってんだから一緒だよね。うん、一緒一緒。収録時間が長くなるか短くなるかだけのことだから、編集でザクッと瞬間移動にしちゃえばいいだけのことなんだから。それでは、本日、マククラ兄弟、そして私を応援してくださる皆様の幸せを祈願いたしまして、よろしいでしょうか。チャリン、あんまくら大名チェ、化石探し一歩前進、動画を締めたいと思います。せーの、画像紹介チェックコメント、出た、自己主張出た。こちらも同じ方ですね、自己主張出ました。献立画像、また自己主張出ました。自己主張したいのが本音なんだろうね。ケーキの味は神浜す実写ケーキ、これ実はね2回目か3回目なんだよ、実写のケーキ。シルカーボックスの中身が俺っていうパターンのやつです。ありがとうございます。ネザーの剣でございますね。ダイヤの剣、エンドの剣に次ぐ3つ目の、剣、伝説の剣でございます。SCP すごくかっこいいっぽい。絶賛発売中。何が発売しとんねん。よく見て、 Q だから。警官ポリスメンの P が Q になっちゃってるから。はい、こちら収録が一番画像なんですけれども、ダイヤの剣、エンドの剣、ネザーの剣に次ぐバイオームの剣というものらしいです。いろんなバイオームの、ブロックでできている、要素でできている剣。マグロを弓矢として飛ばせて相手にダメージを与えるのではなく、相手を回復させる用途のある指。マグニー T シャツ好評発売中。皆さんぜひ下の概要欄の上の方にあると思うので、ぜひご覧ください。皆様画像お気に。そんなわけで、真夜中ではございますが、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。誰かいるかな、チェックチェック、誰かいる、いないね、いないね。よし、それで皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。化石探しも、シルカハマグリ運びも頑張ってやっていきたいと思っております。よし、あそこにゾンビもいるし、お疲れー、ゾンビ。アンネオハセヨカムサハムニダ、ほな。